冒頭に最近作った歌声を少しだけ聞いていただきましたが、シンセサイザー V の歌声やっぱりいいですよね。シンセサイザー V 基本操作編の第2弾ということでやっていこうと思いますが、前回シンセサイザー V とキューベストの連動基本操作編ということで動画を上げております。概要欄に貼っておきますので、そちらもよろしければご覧ください。今日はシンセサイザー V を使っていく上でもっとこうできたらいいのになを叶えてくれるというか、まあ私自身がこれは良いなと思った機能を紹介させていただこうと思います。それでは早速行ってみましょう。言葉は一つで音階を変えたいっていうんですかね。伸ばして音階を変えたいっていう場合、まあ、しゃくるって言うんですかね。まあ、こういう時にやりがちなのは、あとかおとかでこう伸ばすパターンですよね。まあ、なんとなくそれなりには聞こえるんですけども、ちょっと不自然になりがちっていうので、一回これちょっと試しに聞いてもらおうと思うんですが。登り坂とこう、あーとこう伸ばしたいんだけども、まあ、若干、かーってこうなってるような感じがしますよね。これもちょっとこう自然にやるっていうことで、まあ一つしかない音節を伸ばすっていうやり方で一つあるのが、このあをマイナスっていう形で入れると、この前の音節をそのままこう伸ばすっていうことができます。これで一回実行してみましょうか。自然にカーッとこう伸びてるような感じになりましたね。はい、続いてマイナスがあればプラスがあるってことですね。まあプラスは英語の時に使うことが多いかな。まあ例えば everything っていう言葉ですね。everything で、まあ分けたいですね。everything ってこう分けたい時に、まあ普通にじゃあ言葉が分かる、音が分かれてるからってので、everything って分けちゃうと、これで全然不自然な言葉になっちゃいますね。これ一回再生してみます。everything ってもう everything じゃなくなっちゃいますよね。はい。この時、自然な音節で分けるのがこのプラスの機能ですね。例えば、ここに、もう全部 everything って分けちゃいます。入れちゃいますね。everything って入れちゃって、こっち側を、もうこれ音節で区切ったものをここに入れてねっていうことで、プラスにします。まあ、everything なので、3音までで終わっちゃいますよね。でもこれ、everything ってこれさらに音を下げたい。これが sing で、sing のところで伸ばしたいっていうので、ここを、マイナスにしてあげますね。これプラスにして、まあ、一回プラスにしてればいいか。プラスにしてれば、こう、音節がこんなにないので、っていうので切れちゃうっていうので、一回これでプラスで確認してみましょうか。はい。everything の3語に分かれているので、ここさ、この言葉でちゃんと3語分かれましたが、最後4語目はないので、切れちゃいますよね。なので、ここ伸ばしたい。sing で伸ばしたいので、マイナス入れてあげれば、everything でシングのところで、ね、伸ばしながら続けてくれますね。こうすると綺麗に入ります。はい、続いて、ノートのオフセットという機能なんですけども、このシンセサイザー V の、まあ、AI が作り出す声のこの波形なんかを見ていると、まあ、その言葉であったりだとかメロディーによっては声が少し発音が遅くなったりだとか、アクセントが前に来たり後に来たりするっていうことをなんとなくこう感じることができるんですけども、例えばこの音の場所を変えたくはないんですけども、発音のタイミングを少し前にずらしたりとか後にずらすっていうようなことができるようになっているのがオフセットという機能です。実際触ってみると、これ今そのままの状態で一回流してみましょうか。このままで来て、このソの位置を確認します。そう言えば。この位置ですね。この位置がオフセットをするときに、この音符マークのところですね。ここに、ノートのプロパティを開きまして、下の方のここですね。タイミングと
音素のこのノートのオフセット、これを、まあ、極端に一番マックス早めてみます。そうすると層がだいぶ早く発音されるはずですね。だいぶ早く発音されました。これをじゃあ逆に遅くしてみると、ワンテンポ遅れてそーっと発音されるような感じですね。こんな感じで、この音の位置を変えなくても発音のタイミングを変えることができます。まずこれを聞いてみてください。ここですね、しないのところ。しないがすごい不自然。しないってすごいはっきり言っちゃってる。しない、しない。ちょっとこう自然にしないって言わせたいんだけど、はっきり言っちゃってるとこですね。ここを、イを外して、中にイって入れちゃうパターン。まあ、いろいろなパターンは考えられるんですか。これでやっとどうかな。しない、うん、しないがすごい自然ですよね。うん、しないがすごく自然になりました。はい、続いてはブレスですね。こう歌う前にっていう、こうブレスが入ると、まあより人間に近づくというか、そういう、まあ、表現が豊かになるということで、入れていきたいと思いますが、まずは入れる前の音を聞いてみようと思います。私を見つめてた黒い、こんな感じですね。私をのわたわの前と黒いのくの前に入れていきたいと思います。でプレスを入れたい場合は、BR っていう英数の半角を入れることでプレスにすることができますので、BR というふうに打っていきたいと思います。ポイントとしては、言葉の前にくっつけて配置するということですね。これで自然なブレスになると思いますので、これで一度再生してみようと思います。私を見つめてた黒い雲が、こんな感じでブレスが入りました。はい。裏声ですね。裏声の場合は、まあ、AI が優秀なのか、例えば音程の高低差があって、ここで裏声出してほしいなって思うところで大体裏声になってくれます。これ今前なんですけども、ちょっと流してみると。今から。ラのとこはもう裏声にちゃんと入ってますね。例えば、高低差がないと、ラーのところが裏声にはならないパターンがあります。これ例えば今からこのラは裏声になってないですね。ここをじゃあ、例えば裏声にしたいよって言った時ですね。このラーを裏声にしたいよの場合は、このメニューの方で、まず、パラメータパネルを表示してもらって、このラーのところの、まずはこれですね。トーンシフト。っていうのにしてもらって、このラのところ裏声にしたい部分だけを持ち上げます。でもう一回聞いてみます。今からはい、ちょっとこう裏声っぽくなりましたよね。このような感じで調整することができます。先日シンセサイザー V のバージョン 1.9.0 がリリースされて早速更新したんですけども、キューベースを起動している上でシンセサイザー V を開いてアップデートを実行していたんですけども、エラーが発生してしまってちょっとこううまくいかなかったんですね。で、一時的に単体のシンセサイザー V はバージョン 1.9.0 なのに、キューベースから立ち上げたシンセサイザー V は 1.8.1 のままってなっていて、更新を促されるというような状態にはまってしまったんですね。これ調べたところ原因は既存のプラグインをキューベースが使用している最中のためにファイルの書き換えの際にこうアクセスが拒否されてしまったようです。まあ、改めて、キューベースのアップデート用のファイルをダウンロードしたら、キューベースを一回すべて落として、そこから 1.9.0 をインストールしたらうまくいきましたというような話です。
6項目ほど紹介させていただきましたが、本日は以上となります。また何か良い機能などありましたら紹介させていただきます。ご視聴ありがとうございました。